りちゃんのお誕生日企画ラスト、今日はトラママさんから美味しいプレゼントのお届けです。トラママさん、ありがとう。ちょっとジャグ近い、別瓶で撮ってるんだけどね、部屋めっちゃ散らかってるよね。あとで片付けよう。あと、なんかこういうのがあるのかな、まとまってるのが手袋的なやつ。じゃん、ローストチキン&サーモン、肉食の猫であるために。じゃん、ローストチキン&サーモン、めっちゃうまそう。次はじゃん、これはいつぞやの高級カニカマ、知ってる？あ、じゃあ食べないじゃん、食べないじゃん。猫遊びます。ちょっと待って、開けてからね。じゃん、マス、マスのおもちゃみたい。まあ、これがね、どういうおもちゃかっていうとね、ちょっと離れて、もうちょっと離れてほしいんだけどな。じゃん、こうやって遊ぶがいいね。みんなこのなんかエッピーの持ち手がおかしいと思う。ちょっとジャック離れてほしい。もうすでに楽しい。動くらしいけどね。見せて。ジャック生きとる。生きとるこの魚。あ、疲れる。美味しいね、りーちゃん。トラママさんからお誕生日おめでとうって。じゃあカニカマ食べるか。じゃん、せっかくもらったから。いろんなカニカマ開けすぎやって言われるかもしれないけど、りーちゃん食べる？おいで。これはね、いつものカニカマとは違うよ。摂取量は5キロの猫は 11g。 はい、チャク、ほら、アイペが先に毒見せるか。じゃん、いつものカニカマと何が違う？いつものカニカマよりなんかふんわりしとる。あ、マジか。いつものカニカマよりしっとりして味が濃厚。いいんか、味が濃厚。うん、うまいわ。ちょっとまだ違うのもあるからね。とりあえずこれでおしまいね。はい、お手。よし。あ、ありがとう、おいしかった。はい、次。次はジャックも食べれるよ。ジャックは言え。これが本命です。ローストチキン&サーモン。うまいかな。おいで。ジャック。多分ジャックも食べれるやつだよ。ちょっと待って。ジャック、待てはできるか。はい。こんな感じ。
ち、尻尾取れちゃう、尻尾取れちゃう。これはいかんやつやな。どうしよう。今だけのこれ。絶対、絶対尻尾取れるから。尻尾の鈴。パチ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 。ママさん、おやつとかお餅とかありがとうございました。人にこうやって置いとけば食べてくれると思うんで置いときます。ちょちょ面白い。入れて。あ、くっつかれるんよな。マジ握力使う。そういうこと？筋トレしろってこと？うん。りちゃん、お誕生日おめでとう。